傷つくならばそれは愛ではないニーズであり、奪うために与えてる。自分が相手からしてほしいことを先に自分が相手にしてあげましょうよというお話をよく聞きます。ああしますします。そうね、あなたが相手からしてほしくてしてもらえないことはあなたが相手にしてあげたらいいよというそのお話だと思いますね。その内容を聞いてパートナーが元彼と泊まりに行って、元カノかな、元カレっていうことはそういうことかな、泊まりに出かけた際も許してしまったし、話を聞いてほしい時はさ、好きに相手の話を聞いて興味を持って質問するのはできることはずっとやってきます。でもパートナーが元カノとね、泊まりに行きたいからって許してあげたということは、実は私も前のパートナーと泊まりに行きたかったからっていうことになるよ。あなたがしたいことをしてあげた。でもそれはあなたがしたいことじゃないと思いますけどね。ただそうしていて結果として相手から全然してもらえないときはどうしたらいいのでしょうかと。まあ多分ですね、奪うために与えているとするならばですね、まあ多分そうは思わないし、多分あなたがですね、なんかしないと彼は私から去っていくし、拘束したらまあそれだけの魅力はないとかと思ってしまうならば、あなたのやってることはこれは保証行為と言われる、偽善と言われることになっちゃうんだよね。例えばですね、あなたがですね、まあ、愛されやすい、ね、パートナーから見てあなたであるっていうことはいいんだけれども、それはちょっと嫌だよということはコミュニケーションしないとですね、なんか緩いの女だなとか、どんどん図に乗る風になっちゃうと思いますよ。で、相手は変えられないと思って諦めて別れるか、もしくは彼に与えてもらっているものは私が自覚できないだけでしょうか。私のことを大好きだと言ってくれますが、そうであればもっとできるのではと思ってしまいます。例えばね、彼がすっごくあなたのことが大好きで、元カノと泊まりに行ってもいいよって言われたら、彼は、え？って、お願い行かないでって普通は、あなたを大好きな人は言ってもらいたいと思うよ。その辺はちょっと理解はできるのかな。だからそれはなんで言ってもらいたくないからっていうと、あなたを愛しているから、あ、僕のことが大好きだからなって。そうするとですね、あなたが愛してもらいたかったとしたら、本当に彼を愛してあげるということとか、私はあなたのことを大好きよというコミュニケーションをしなきゃいけないんだけど、なんかちょっと根本的に間違ってらっしゃるかなと思いますね。自分の中で先に相手に与えることを精一杯実践してきたときに心が折れそうになります。そういう時のガス抜きみたいなものあるでしょうか。あのね、うちの先生がね、いい本出してるんですよ。傷つくならばそれは愛ではないニーズであり、奪うために与えてると、これだけしてあげたのにしてもらえないじゃんって思うとですね、奪えない時に傷が吹き出すよっていうふうに言っていますけれども、多分あなたにとってはですね、もっと彼のことを愛しているし、本音をコミュニケーションして、全然あなたの本当の気持ちは伝えてないんじゃないかな。だからそれは嫌だとか、それはいいっていうことを言わないと、どんどん彼から見たらあなたがわからない子になってしまうっていうのは大問題じゃないかなと思いますけれどね。さつきさん、愛し合うことパートナーシップのコミュニケーションの大切さはわかる気がしますが、もう男女関係のパートナーはいらないと決めたお一人様の人生に幸せはないのでしょうか。本人さえ納得して幸せを感じればよいのではないかと思いますが、いかがでしょうか。いや、別にパートナーシップに私どもを限っているわけではないですよ。パートナーシップ、フレンドシップ、あとビジネスパートナーというのがありますけれども、これは本当に親密な対人関係を持ちなさいって。それが一つはパートナーシップという、これは男女関係ですよね。まあ今は多様性の時代ですから、本当にあなたが愛する人があればいいですよ。人によってはもうフレンドシップってとても仲のいい同性の友人であったとしてもいいですよね。であとはもう本当にビジネスパートナーという、本当に同じ船に乗っているみたいな信頼関係があってもいいし、そういう人たちとの関係を楽しめばいい。それは別にパートナーシップにこだわったわけではありません。
またもしもパートナーと死別してしまったら、一人残されたものは記憶や妄想の中でパートナーとの対話を心の癒しに生きると想像します。もちろんそれでも構わないですよ。でももう一人やっぱり生きてるフレンドシップ、お友達とか誰か親密な人は欲しいよね。家族であってもそれは構わないけれども、はい、だからパートナーシップ、パートナーシップに別にこだわらなくても構いませんし、私どもは別にそれだけではないですよ。フレンドシップ、友情とかそれであっても全然構わないですよ。こんにちは。今日は心理学もっと勉強したい人のための宣伝だよ。一番手軽で簡単な方法は、毎週水曜日21時からニコ生ライブやってます。 YouTube でも見られるんだけど、21時20分までは無料で見れます。有料会員の皆さんになると、質問コーナー、毎週毎週平と質疑応答ができるのプラス、平のレクチャー映像が52本、音声だけの聞くまるっていうのが66本も聞き放題、ニコ生の過去の映像はなんと今80本も見放題。これ毎月550円で見れるって、もう頭おかしくないですか。ここの社長、簡単に550円で勉強し放題だよ。詳しくはコメント欄見てね。こんにちは。今日は皆さんにお知らせがあります。私はなんでこうなんだろう、彼はなんでああなんだろう、そんなことを知りたい皆さんに、私どものオンライン講座というものがございます。いつもここで見ていただいています恋愛心理学講座の他に、心理学入門講座、さらにカウンセリング講座なんていうのもあります。カウンセリング講座というのはカウンセラーになる人だけではありません。カウンセリングっていうのは、彼はなんでああなんだろう、こんな時に彼になんて言ってあげたらいいんだろう、まあいわばパートナーシップ、つまりあなたは彼の専属カウンセラーと言ってもいいかもしれませんよね。1ヶ月オンライン講座フリーパス23,100円で10講座も受けれます。3ヶ月のオンラインフリーパス63,800円、人によっては1年間のオンラインフリーパスを勉強しちゃうなんていう人もいますね。これは179,300円。もう一講座に割ると1000円ちょっとでお勉強できてしまいます。もしこういうことに興味がある、またカウンセラーになりたいなんて思ってらっしゃる皆さんは、概要欄の方をチェックしてくださいね。もしよろしければ、無料説明会というものをズームでやってますので、一度来ていただけませんか。そうするとですね、皆さんに入会金無料、そして一つの講座、お試し講座って言うんですけれども、 Zoom の講座を一つプレゼントいたしますから、それでどんなものかちょっと見に来ていただくこともできます。人にとっては本格的にカウンセラーになりたいっていう人、まあ私どもではとてもたくさんいらっしゃいますけれども、一度無料説明会にお越しください。よろしく。